今回は秋太りを一気に解消できるコクうまキムチチゲのご紹介です。煮込み時間はわずか5分の簡単チゲに仕上がっています。こんにちは、ダイエット料理研究家のリサです。今日のランチは豚キムチチゲをいただきたいと思います。秋は食欲が増して美味しいものもたくさんなので、ついつい食べ過ぎちゃっていませんか？なので今日は旨味がたっぷり詰まったキムチチゲで脂肪をしっかり燃焼して、お家で韓国気分を大満喫していきたいと思います。このスープは脂肪燃焼効果だけじゃなくって、翌日の美肌効果にかなり優れているので、ぜひ試して作ってみてください。それではレッツクッキー。食材を切っていきます。えのきは食べやすいように3等分くらいにカットします。きのこは食物繊維が豊富に含まれていて、今日はスープとしていただくので、水に溶け出した食物繊維もしっかり摂取することができます。で、まいたけは手でほぐします。今回は痩せるキムチチゲなので、食物繊維が豊富なきのこは必ず具材として加えてください。食物繊維をしっかり摂ることで腸内環境が整うので、お通じが良くなり、お肌もきれいになります。そして食後の血糖値の上昇を抑制する効果があるので、太りにくくって痩せやすい体質に体の内側から変わっていきます。今はキノコが旬で美味しい季節でもあるので、ぜひ積極的にご飯に取り入れていきましょう。そしてネギは1センチ幅の斜め薄切りで切っていきます。豚こま肉で作っていきます。お好きな豚肉の部位で大丈夫です。火を通す前に豚肉に下味をつけておきます。まずニンニクのすりおろしスープにコクを出していきます。豆板醤小さじ3分の1豆板醤を入れることで食欲が増す、すっきりとした辛みのあるチゲに仕上がります。キムチはちょっと大きいものはキッチンバサミで切っておきます。この時点でキムチも加えます。こうして炒める前にキムチとともに下味をつけておくことで、豚肉にしっかり味が絡まり、キムチと食材との一体感のあるチゲに仕上がります。そしてキムチの効果で豚肉を柔らかく仕上げてくれます。そしてチゲを美味しく仕上げる2つ目のポイントはこのキムチ汁です。この容器から溶け出したキムチ汁に旨味と栄養素がギュッと詰まっているので、こちらも加えてさらに美味しく仕上げていきます。今日の副菜はマカメの韓国風サラダをちゃちゃっと作っていきます。和えるだけなので3分ぐらいで作れます。全部目分量で申し訳ないんですけど、お塩と煎りごまと韓国海苔と鰹節を少々入れます。そして最後にごま油を回しかけるんですけど、今回は私 MCT オイルを使用しました。お好きなオイルで大丈夫です。このサラダすっごく簡単なんですけど、かなりやみつきになる美味しさなので、ぜひ作ってみてください。お塩だけの味付けなんですけど、韓国海苔や鰹節の旨味がギュッと詰まって、本当に無限に食べれるサラダです。完成。ごま油を敷いたフライパンにさっきの豚キムチを炒めていきます。こうして豚肉とキムチは炒めることで旨味がさらに引き出されていきます。いきなり水を入れて煮込むチゲも多いんですけど、旨味とコク深い味わいのチゲでいただきたいときは、このひと手間がかなり重要になってきます。キムチの香りが立ってきたところで、キノコとネギも加えてしんなりするまで炒めます。ある程度炒まってきたら水を加えます。 1.5 カップ、鶏ガラスープの素3分の2、旨味と栄養たっぷりのキムチの汁も入れます。一旦3分ほど中火で煮込みます。こうして中火で水分を飛ばすようにグツグツ煮込むことによって、キムチや食材の旨味をギュギュッと凝縮していきます。ですがあまり煮込みすぎるとスープの汁がなくなってしまうので、1人分だったら3、4分もしくは5分ほどで大丈夫です。はい、3
分経ったのでお味噌を溶いていきます。大さじ 1.5 ぐらい溶きます。スプーンで豆腐を入れていきます。1分ほど煮詰めます。こんな感じでできました。すっごい美味しそうな香りが家中に漂ってます。グツグツさせながら土鍋とかで食べたいんですけど、お家にないので早く買いたいですね。具だくさん美味しそう。ネギを少し散らしてあげるとさらに美味しそうにいただけます。こんな感じでおうちランチ完成しました。わーい、韓国風のおうちランチです。今日はわかめのサラダからいただきます。鰹節と韓国海苔の旨味がすごくマッチしてて美味しいです。このサラダぜひ作ってみてください。ではキムチチゲもいただきます。飽きるまでこれでいいんじゃないかなっていうくらい最近のお気に入りです。今日もいただきます。ちゃんとキムチでしっかりした味をつけていたことによってお肉に味が染み渡ってて、とってもコク深い美味しいスープに仕上がってます。これはやみつきになる美味しさです。水分を飛ばすように具材を煮詰めたので、この中にその食材の旨味がギュッと詰まってます。なので全体の食材の一体感がすごくいいです。具だくさんでかなり食べ応えがあるので、この一皿で結構満腹になると思います。激うまスープです。これは本当に美味しい。豚キムチチゲとっても美味しくできたので、ぜひ皆さんも作ってみてください。私のチャンネルでは食事改善のみで13キロ痩せた経験をもとに、食べて痩せる私のおうちご飯を作ってご紹介しています。食べることがとっても大好きなので、調理法に工夫を聞かせて今日食べたいものをトーストオフでヘルシーに作っておうちご飯を日々楽しんでいます。ダイエットや健康を目指す上での参考になっていただけたら嬉しいです。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。では今日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。レシピの詳細は概要欄をご覧ください。インスタグラムのフォローもお待ちしております。